ドイツ国家民主党、ドイツ国家民主党はドイツの極右第3の一政党。略称は NPD、NPD。日本語ではドイツ国民民主党とも言われる。一般にドイツにおけるネオナチ団体の筆頭として知られている。政府の連邦憲法擁護庁は、公領や思想が極右的であると評価し、憲法秩序に対する脅威に分類して監視している。 一方で旧来のナチス、国家社会主義ドイツ労働者等支持者や、ネオナチ運動だけなく、移民に反感を持つ失業者なども、支持層に加え、小規模ながら一定の影響力を持っている。連邦議会では、未だ無議席ではあるものの、16の衆議会のうちの2つの衆議会で議席を獲得。2014年には、欧州議会でも1議席を獲得している。なお、 旧東ドイツにもほぼ同じ名前の衛生政党、ドイツ国家民主党ナショナル、デマクロ記者パルタイドイッチロンツ、略称、NDPD イコール NDPDA が存在したが、この記事で扱う政党とは、無関係である。ドイツ国家民主党は、ネオナチ団体である、新素半米を掲げていた、ナチズム政党ドイツ社会主義帝国等の分派団体、の後継政党として、 1964年に結成された。一時期はと合併して、ナショナルドモクラタスキーパルタイドイッチロンツダイオックスユニオンとも名乗っていた。ドイツでは、ナチス政権成立の経緯への反省から、憲法の規定によって、民主主義、自由主義を否定する団体は、非合法化される、戦う、民主主義が取られており、過去にドイツ社会主義帝国等と、 ドイツ共産党が禁止されている。NPD の禁止の動きは2002年にあったが、政府側の承認として出廷した人物が、政府のスパイだったことが明らかになり、連邦憲法裁判所での審議が中断した。2012年12月、上院が2度目となる NPD 非合法化を連邦憲法裁に申し立てることを決定し、政府も13年3月20日に、 閣議でこれを支持することを決めた。しかし、NPD への不要意な注目を集めてしまう、上院による提訴で十分である、等の理由により、政府としてこの申し立てに参加することは見送ると、発表した。NPD は、バイエルン州内無償の見解によるとナショナリスティックで、ドイツ憲法に敵対的で、人種差別的であるが、対外的には、いわゆる民族多元主義を標榜している。 現在の基本政策は2010年に可決されたものである。NPD はエスニックナショナリズムを基本政策として掲げている。それによるとは、ある一つの民族永遠暴力区に所属していることにある。NPD は人間一取り数とではなく民族を政策の中心に据えており、この点は民主主義的な政党とは異なっている。NPD の見解では、 国家の責務は民族に対して責任を担うことにあり、民族とはエスニックグループ、民族と人種とが等しく調和していることである。このような基本方針に基づいて具体的な政治要求が作られている。外国のネガティブな影響からドイツを引き離すことは、その政治要求の一つである。経済であれ、政治であれ、文化であれ、 全ての生活領域はもっぱらナショナルなものでなければならない。ドイツ人がさらされている過剰な多民族、マルチエスニック化と過剰外国化、阻止しなければならない、と NPD は主張している。そのために NPD が要求しているのはドイツ人でない住民のドイツ連邦からの追放、ドイツマルクの復活、NATO や EU などの国際同盟からの脱退。 第二次世界大戦終結後ドイツに駐留しているアメリカ軍の撤退の撤廃などである。さらに EU へ支払っている高額な分担金を批判しにも反対している。NPD は民族共同体の意思の貫徹を掲げる権威主義国家に賛成している。NPD の綱領は様々なナショナリズム的、反資本主義的な展望を取り上げている。 国家社会主義の言葉遣いをしており、国家社会主義を連想させる。例えば、ドイツ家族とは、女性は主婦であり母親でなければならないとする、最も価値のある生き方である。主婦の活動が職業であることを法的に認識すべきである。経済政策の点では、経済はドイツ国民に奉仕しなければならないとか、すべての土地は国民の所有物であると主張している。また、 強姦殺人、児童殺人、強盗殺人、無差別殺人の再犯や、重度の麻薬中毒の場合に対処するために、死刑を再導入するよう要求している。党は、環境問題にも強い関心を持っており、有機農業に賛成しており、原子力発電、遺伝子工学、乱獲、外来種、動物実験には反対している。もちろん、このような見解は、ナショナリズム的、 人種差別的、国家衛生的な観点から引き出されている。NPD の外国人的死、ホモフォービア、ナショナリズムに基づいた社会モデル、ポピュリズム、反資本主義、権威主義的指導体制への進行から、専門家たちは NPD の基本綱領と1920年代から1930年代初期のナチスの基本綱領に悪い自制が見られると指摘している。 このように NPD は単に特定の政策目標を達成したいだけなのではなく民主主義的な法治国家、憲法国家という今日の支配システムを排除しようとしている。このため NPD はと評価されており、1998年のバーデンイコールビュルテンベルク州の中に第一回大会のの公開演説が見られる。それによるとアップフェルはドイツの政治システムと 根本的に戦い、根絶やしにする、唯一の組織政党は、NPD であると演説した。諸君、我々が、毎年憲法擁護庁報告書に載って、体制に対して敵対的だと、憲法に敵対的だと、記述されていることを、我々は誇りに思っている。その通り、我々は憲法に敵対的なのです。NPD は、 ドイツ・ポーランドの国境線の再確定、つまり、旧ドイツ領を回収し、に戻すよう要求している。彼らによると、シュレジェン、東ポンメルン、東プロイセンは再び、ドイツ・ライヒに編入されるべきである。NPD はウェブサイトで、第二次世界大戦勃発は、ポーランドのせいであると主張していたことがある。歴史的責任、新英隊や国防軍、 数百万の同調者によるナジスの犯罪の歴史的責任は第二次世界大戦のドイツの犠牲者に対する言及なしにはなし得ない。は、NPD は一面的な食材告白には協力することはないと明言している。一方では、ザクセン州の NPD 統一会派が2005年1月21日、すべての犠牲者に対して行われた黙祷に参加しないことを決定したことが、 スキャンダルな事件としてメディアで報道された。ドレスデン空襲によるドイツ人犠牲者を考えるつもりであった。2002年6月6日の記者会見で NPD は自由な思想や行為がドイツで可能にするにはユダヤ中央委員会の影響力と権力を壊すことが必要だとしている。反ユダヤ主義ではなく反ユダヤ主義批判の過剰さを問題にするという。 政治的議論にも関連していると言える。2005年1月21日に、ザクセン州のドレスデンで、第二次世界大戦での大空襲から60年が、立ち集会が行われた。一方、NPD は、連合国によるドレスデン爆撃は爆弾によるホロコーストだと主張て、街頭でもした。ドレスデン市議会で行われた、ナチス犠牲者への追悼に対し、 NPD 所属の12人の議員は、第二次大戦中に連合軍の空爆を受けた、ドイツ各都市の犠牲者を悼むべきだと主張し、黙祷を拒否して退場した。2008年11月のアメリカ合衆国大統領選挙の後、NPD は、アフリカはホワイトハウスを征服したというタイトルの文章を公開した。アメリカ合衆国で初のアフリカ系アメリカ人の大統領が、 選出されたのはアメリカのユダヤ人と黒人との同盟の結果だとして、非白人のアメリカ人は、言語、文化的歴史そして伝統を基礎として、有機的に育てられた社会的序列が人間の本質だと信じている人々に対する宣戦線布告であるバラク・オバマは、この宣戦線布告を厚かましいくらい輝く、笑顔の背後に隠しているのだと主張した。ドイツで、 オバマに対して支持が広がっていることについては、アフリカの伝染病に似ているとした。フォークとは、様々な白人至上主義の指導者、2009年にアメリカの政治家、デビット・デュークとの会談を行っている。ウド・パステルスは、2008年の南オセチア紛争における、ロシアの見解、NPD として支持すると述べた。2009年には、 メクレンブルクイコールフォアポンメルン州のポーランド国境に近いユッカイコールランド軍でポーランド人の侵略を阻止せよと書かれたプラカードを立て当局に撤去されている。当は撤去の不当を訴えて提訴し、下級審では認められたが上級審で人の尊厳を傷つけ治安を乱すものであると判示され敗訴した。しばらくの間、 厳格な国家社会主義的心情を持った諸グループは NPD はに対して距離を取っていた。なぜなら彼らは市民的であるように見えたためである。しかし2004年10月にチューリンゲンのラインレフェルデイコールボルビスで開かれた NPD 党大会で民衆扇動罪の善化を持つの活動家が NPD 連盟代表者に選ばれた。このことは 党ととの関係が強化したことを表している。3000人のメンバーが所属する約170の自由ドイツ戦友連合をハイゼの助けを借りて自分の政治活動に含めたいと NPD は考えている。2004年のから NPD とより過激な極右勢力との接近が見られるということである。党はドイツ国民戦線というコンセプトによって 極右陣営統一化運動の中心になった。上の2004年のインタビューで全国委員長、ウドウフォークとはこの件について以下のように説明した。もちろん、今日でも国家社会主義は時代の流れの中でドイツに存在しています。NPD にとってその傾向は重要なものではありませんが、しかし国民自由主義や国民保守主義だけでなく、 国家社会主義的傾向も統合しようと心を見ています。輪郭をはっきりさせることで、性的がはっきりするのに役立ちますからと述べている。暴力容認派で違法となったの多数のメンバーは、その間に NPD で活動を始めた。その中には、犯罪組織設立で有罪となったグループのリーダー、トマス・ザッテルベルク、トーマス・タルバーグと共同設立者で、 前科持ちのトマス・ラッコー、トーマス・ロスコーも含まれていた。2006年11月、いわゆるドレス電学派が、での NPD の記者会見で、初めて紹介された。ドレス電学派は、シンクタンクとして NPD に尽力し、マックス・ホルクハイマーや、テオドール・アドルノなどのフランクフルト学派と全く異なったものと自認している。感コンプレックスを抱えた民族。 である、ドイツ人を、再び精神的に健康にさせることを可能にする、中性主義的歴史観を構築するために、多文化主義者とものに、政治闘争を宣言している。政治学者のリヒャルトシュトエースは、このような試みは、他の極右を理論化しようとする試み、例えばと同様、結局は見事に失敗したとしている。2011年11月、NPD の駐ュ研修における、 支持団体や青年組織から派生したネオナチ団体、国家社会主義地下組織、NSU が1990年代末から2007年までの間にトルコ、イラン、ギリシャなどからの移民に対するテロを繰り返し、少なくとも9名以上を殺害していたことが明らかとなった。犯人グループのうち2名は銀行強盗中に警察に包囲されて自殺し、 残り1名は証拠隠滅を図った後に投稿して全容が判明した。捜査の過程で NPD の党幹部がテロ行為に協力したとして逮捕されている。連邦レベルでは、得票が議席獲得に必要な全国得票率5%に達しないため、ドイツ連邦議会の議席は持っていないが、州レベルでは議席を獲得している。また、2014年に、 欧州議会で一議席獲得している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。